ゼノブレイド続きやっていきましょうか。ここいよいよあとわずかだと思うけど、どうなるか見ていきましょう。何かしらこの部屋、どうやら聖堂のようだな。奥に祭壇があるぞ。怖い顔がついてるもん。うん、念のため調べてみるか。どうしたアシュルク。なんだろうこのくぼみ、何かはめられそうだよ。本当だもん、ここには絶対何かあるもん。頂上に向かうための手立てが見つかるんじゃねえか。そんなに都合よく行くかしら。考えていても仕方ないね。何かはめられるものがないか、この辺りを探してみようか。ということで、竜の呼び水を起動させる。どうすればいいんだろうな。まあどうすればいいも何も、マーキングがついてるから。どこのこと言ってんだろうな、目のところか。いずれにしても戻りましょうか。うん、このエリア内で完結しそうかな。ここで上登って、敵がいるけどこれは襲ってこないので放っておきましょう。外にも、これは両方とも真ん中見てるような。ちょっと待ってくれよ、全部見てるんだけど。え、これ一気に行ってイベント発生できるのかな。いや素直に一個一個倒しましょうか。どうしよっかな、ピオルにまた変えようか、それともうん、間に合ってないか。いやもう一体来てるで、周り全員眠ってる。ありがとう、元気が出てきた。いやそこはダブルブレード。私たち、うん、なんだろうな、場所がうまく当たってないというか、なんていうか。どうかしら、ピオルすごいや。あ、倒したな。見せてあげるわ。なんかうまく攻撃が当たってないように見える。嬉しくなってきたわね、カルナの言う通りね。うん、やっぱり自分でやると大変かな。シルクはボス戦の時はいいけどね、普段であればお任せした方が楽で助かる。というわけで切り替え回がまずはとっとと終わってもらいたい。調子がいいみたい。負けるわけにはいかないんだ。みんなやるじゃない。さあ行きましょう。では切り替えましょうか。なんか最近はボス戦になってもキャラクターのね変更はできなくなってるんで、本来であればシルクで行った方がいいんだろうけど。片方しか反応しないね。シールドバレット、スピードシフトで攻める。スピード、モナドの光が、うん、ラブだねやっぱり。今ならやれる気がするな。心があとは空に浮いてるあの敵を倒すべきかどうか。結構うろちょろとしてるから下手すると来る可能性があるんだよね。連携やってしまいましょう。リアブレード、今度は僕の番だ。あるな、次だよ。次は、うん、倒しきってはない。別キャラが来た、いつの間にか。やったわね、やった。
このヤッハッバックスラッシュ当たれヤッ、うん、やっぱりこの素早い攻撃いいね。今ならやれそうだ。だがもうこれ以上は上がらないんでね、多分ね。このもうスピードアップの装備はつけらんないので連携準備終了。倒しきった、はあ、疲れた。この調子でいこう。みんなやるじゃない。あー結構まだまだ敵がいるから倒すの大変だね。ちょっと待ってくれよ。どういうこと。まあでも少なくとも片方はちょっとで倒さないと。ちょっとできましょう。あーなんでこのタイミングでカルナは転がってる。だがその分連携がつながりやすくなる可能性もあるんで、カルナがいない方がね連携がつながる。まあ77レベル差1つか2つ、まあ、それぐらいあれば問題ないでしょう。今ならやれる気がするの。やれそうだ。だが敵の後ろ回り込めないから左上のゲージが溜まりにくいんだよね。そこ、このみんなの力を一つに。分かったわ、シルク。どうかしら。ピアル、やったわ。私の力、見せてあげるわ。ビアブレード。どうぞ、連携のチャンスだ。さて、連携いけるけれども、ヤーファー、全部見ておきましょうか。今だ、一気に決めましょう。どうするか、緑から行くという手もあるけど、通常状態から点灯まで持ってきるかどうか。さすがに無理か、ネームドだと。僕の番だ、モナド。バカるな。次は私よ。連携つながらない。ナイス、バッチリ。ストレッチ、クールダウンなんですよね。やっ、私たちいい雰囲気だし、今ならやれる気がするの。そうね、ピオル。スリットエッジ、ヒールパワー。うん、危なげもなく行くわよ。バックスラッシュ、キャノンフラッグ。はあ、心がそこ騒いできた。やあ、さあみんなの力を一つに。分かったわ、シルク。メテをやってくるけれども、いや結構ダメージ食らって、しかも行動不動。このライトヒール助かるわ。うん、だから範囲回復やってくれている。今の見てしまうと必殺やるべきではないと思うけど、だが一気に倒すためにやってしまいましょう。つながった。任せて。わかった。決めるわ。さらにつながっている。6万ほど、あとわずか。やったわね。やった。はっ、私今ならやれる気がする。どうだこれ、今まだ左上溜まってないから、ここで倒されるようなことがあると困るんだけれども。このまま行きたいわね、カルナ。倒しきった。危ない危ない。アシュラプレートぐらいだけど、どうなんだろうな。フレームもそこまで有効ではない。アシュラプレートはカルナがつけられる。 HP アップ、あスパイクの方を取るか、こっち側の方が防御高いからやっときましょうか。まあ、ネームドも倒して一服になったんで、気軽にこの後はいけそう。ミッドシフトで攻める。今だと心がやー騒いできた。やースリットエッジ、ヒールカウンター。やーそれ、やーと今だ。はっ、体に力が、この
のんびりと。この今ならやれる気がするの。やっと終了。はあ、疲れた。もう一気にいっても大丈夫かな。いやダメか。シールドバレットを殲滅するわ。そこスピード。モナドの光がヒールカウンター。心がそれ騒いできた。そこ、このリッドエッジ、このあと少しで体にアックスラッシュ終了。倒し終わった。疲れた。この調子で行こう。この調子で突っ走りましょう。シールドありがとう。リードシフトで攻める。もしくはとっとと連携していくか。これはどうかしら。決めるわ。繋がんないな、ここからが。オーケー、完璧よ。もう終盤だから繋がっても良さそうなんだけどね。全然なんだよね。みんなの気持ちが伝わってきたよ。私も感じるわ。関係性も多分マックスまで上がってると思うんだけど。このやー、スリットエッジ、やー、ありがとう。問題なく。力がバスター、やっとチームらしくなってきたわね。多分2つアイテム必要だと思うので、ここだけでなくもう1個の方も同じように戦っていかないとダメだと思うけど、少し進むのにもかなり苦労させられたから。で今水が下に張ってあったので、最後は飛び降りて下の方にね戻れそう。これ結構上まで上がるね。そして到着だけど敵はいない。今のはどういうことだ？まあ、敵が出てきたのは分かってるんだけど、あれを倒せばアイテムが手に入るってことかな。となると敵は一体だけ倒せばいいの か、 なんか両目に宝石でもはめるのかなとか思ってたから、2体分倒す必要があるかと思いきや、場合によってはあの1体倒して門が開いてさらに奥に行ける可能性も。レベルは77。これモナド使えた方が、あ違うな、これ、あーなるほどね、これ敵倒しとかないと奥戦ってる時に来る可能性があるから倒しましょう。シールドバレットと、やあ、あれ今ならやれる気がするの。キュアバレット、あとは必殺ゲージを少しでもいいので貯めておきたい。ダブルブレード、モード B、 あれやあ、やすら、このスリットエッジ、みんなの気持ちが伝わってきたよ。私も感じるわ、スルク。今だ。なんかシルクが攻撃やってないね。騒いできた。この体に頑張って。力が。エアスラッシュ。多分攻撃を当てた段階でテンション下がるようになってると思うので。この。それが何の影響かよく分かってないけど。今だ。やれそうだ。今ならやれる気がするの。あと少し爆発する前に倒していたい。ダブルブレード、やっ終了。疲れた。みんなやるじゃない。さらに行きましょう。どうするかな、これ。まだ敵ターゲットできてない。敵のレベル帯が知りたいけど、あ違うな、あれイベントか。いやそうでもないよな。いやイベントか、多分ターゲットできないと思う。で真ん中まで行ったらイベント発生で何かが。違うな、もう中に入れば戦いになるのか。レベル差3から4。頑張ろう。一匹たりとも逃しはしないわ。リードシフトで攻める。それ
すら。いきなり。うん、やっぱり自分でシルクやった方が良かったかも。シルク見たでしょ。僕なんとかしてみせる。このこのだぞ。このシルク、私がついてるわ。私たち体に力が。そうだね。これ敵に何かしら効果与えられそうなんだけど、戦闘まで持ってったね。しかもなんかすごく遠くに吹っ飛んだかのような。みんなと一緒にいられるってとっても素敵なことだ。これからやれそうだ。いや、なんか半分まで減ってるな、耐久が。これは回避系があれば買わせると思うけど。どこだどこだ、遠いぞ。間に合うか。こいつはまずいね。間に合ってないね、全然。間に合った。いや、なんか勝手にダメージ食らってるな。なんだろうな、これ。ピオル、頑張って。ごめん、自分行くわよ。エイトエッジ、シャドウフラッシャドウアイ。敵のターゲット取ってるとダメージ食らうのか。いや、もしくは歯でこれ潰さないとダメかもしれないな。シルクよ、やってもらいたいんだが。あー、これ先に歯の方やっちゃいましょう。こいつはまずいね。僕は止められないんだ。ようやく鬱陶しい音が消えた。スリットエッジ、この今ならやれる気がするの。あー、回復間に合わんか。ああ、またまたか。だが使わせることができないから。戦えば戦うほどこれダメージ食らうんだけど、よっぽど距離離さないと無理なんだよね、攻撃当てないっていうね。後ろ振り向こうにも全部敵の方向いちゃうから、今かわせなかった。まだ負けられないよ。これ歯の方優先だと思うけど。僕に任せて。この体に力が。早くゲージ貯めないと。左上主力が倒されている。これは教えなくてもいいかな。左上のゲージ貯める方優先の方がいいような気がするけど。うん、倒されてる。だがこれ、あ、違うか、今できないか。このシルクにモナドを使わせる手段が別途あればよかったんだけど、ないんでね。こういう未来史が見える状況にならないと。で、じゃあ今できるかというと、左上ゲージがないから多分できないっていうね。いやー、シルクよ、歯は使ってもらいたいな。なんか横に来てるけど、これ当たると倒されて終わりそうなんだけど。早くたまりきってもらいたい。電磁場の嵐に飲まれた。私たちいい雰囲気だよね。そうだね、ピオル。この体に力が。バックスラッシュ。なんか手段ないか。あと少しで倒せそうではあるんだけど。フォロービー。まあ、左で溜まってるからいいと言えばいい。いや、良くない。そんなことよりも、いや、これ歯やるとダメージ食らって逆にダメのような気がするけど、これで敵転ばないか。転ばなかった。あ、いや、カルナも転がってんの。しかもなんか反対方向行こうとしてるんだけど。
まあ、倒されるよね。誰を生き返すか。まだまだこれからよ。ありがとう。ヒールバリアー。中心が熱いわ。これで一気に倒せるかどうか。キャノンフラップ。シールドバレット。ミラブレード。ダメージもらったわ。うん、耐えてるね。これもそばにいない方がいいのかな。あと少しで倒せそうなので、お任せでちょっと。倒しきった。危ない危ない。やっぱシルクじゃないとダメなんだけど、うん、今のはでも敵がいるの分かったから直前で切り替えなきゃダメだったかもね。なんとか倒せてさらに進んでいきましょう。あれ今アイテム取ったっけ。アイテム出てないのか。いきましょうか。これで真ん中への転送装置、頂上に登る転送装置が出て、いやもう切り替えとくか。他設定やっときます。では行きましょうか。ディクソンの気配を感じる。奴のいる頂上は近いな。ここから先に進んだら引き返すことはできなくなるだろう。それでも行くのか、シュルク。これは最後の戦いってことかな。行きましょう。はい、覚悟はできています。迷いはないんだな。ないと言ったら嘘になります。でもそれでも僕らは進まなくちゃならない。そう、私たちがなすべきことはただ一つ。とっくの昔に決まってるぜお兄ちゃん。いやすまん、どうやらお前らには愚問だったようだな、ダンバンさん。よし、行こうか。俺たちの未来をつかみに。来る場所を守る。それがわしらのなすべきことだ。はい。形は違えど願いはわしらと同じ。行くぞ、ジョジョ。はい。さて、そういえばムムカはあれでおしまいだったのかな。あまりよく分かってなかったけど、中盤で亡くなってもうそれ以来なのか。逆に今の顔つきが、あれはまた別の顔つきだよね。でそれ
確か倒した気がしたけど、まあ、それでも生きていたのか、それとも全く別なのかね、倒したのとは。そして最後の場所到着となりますが、今回はここで終えてまた次回行きたいと思います。多分次回あたりで最後になるのかよく分かりませんが、また次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。